このような機会っていうのはめったにないと思うので、日本バスケットボールを日本のバスケットボールを元気にっていうのスローガンがあると思うので、それを、ファンの皆さん、自分も含めてしっかり盛り上げていきたいなと思います。注目選手は日本代表の富樫勇樹選手と原選手が同い年で、千葉ジェッツっていうのも含めて自分も千葉県出身なのでゆかりがある選手なので頑張っていただきたいなと思ってます。このようにいろんな国の方の、大人から子どもまでやっぱバスケットボールを通じてこうイベントをするっていうのは、すごく楽しかったですし、あんまり英語が喋れない自分でもコミュニケーションを取ったりとか、やっぱすごく楽しいイベントになったので、こういうのを何かこう機会があればまた参加したいと思いますし、こういうのを通じてバスケットボールだったり今回のワールドカップに興味を持って応援してくれる方が一人でも増えたらいいなと思います。